レジナルド・クレープール・バンダービルトは、アメリカ合衆国の富豪・バンダービルト家の相続人の一人で、鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの彦。数多くの乗馬クラブの設立者、運営者であった。ニューヨークセントラル鉄道の社主コーネリアス・バンダービルト2世と、その妻のアリス・クレープール・グミンの間の、第六子、四、男として生まれた。怠惰な性格で、アルコール中毒であり、 イエール大学を中退し、相続した莫大な財産を趣味や宝刀に費やしたと言われる。1903年4月14日にキャサリン・ニールソンと結婚し、長女キャサリン・バンダービルトを設けたが、1920年に離婚した。1923年3月6日に、軍人、外交官のジャドソン・キルパトリックの孫娘で、ファーネス施爵夫人の双子の妹である。 グロリア・モーガンと再婚し、マニー、自助のグロリア・バンダービルトを設けた。1925年、ロードアイランド州ポーツマスのサンディポイントファームで死去した。死後、自助グロリアの養育権をめぐり、未亡人のグロリアと姉のガートルード・バンダービルト・ホイットニーラ、バンダービルト一族との間で、訴訟問題が発生し、世間の注目を浴びた。ジャーナリストのアンダーソン・クーパーは、 ジジオグロリアの息子にあたる。ありがとうございます。